ケープ・クロスターはアメリカ海軍の護衛空母。コメンスメント米級航空母艦の5番艦。艦名はグロスター岬の戦いが行われたニューブリテン島のグロスター岬にちなんで命名された。艦名は当初ウィラッパベであったが、1944年4月26日にケープ・グロスターに改名される。ワシントン州タコマのトッドパシフィック造船所で建造され、 1944年9月12日に r m グリフィン夫人によって浸水し、1945年3月5日に J.W. ハリス艦長の指揮下収益、太平洋艦隊に配属される。新珠湾での運用訓練後、ケープグロスターは1945年1月29日にレーテ島に到着し、第三艦隊に合流する。7月5日から17日まで、 ケープグロスターの関西機部隊は沖縄東部で戦闘偵察任務に従事し総海底に対する日本軍の特攻機を撃退した。また中国沿岸で対地攻撃及び港湾、飛行場に対する写真偵察任務を8月7日まで行った。この間に関西機部隊はいくつかの日本軍機を撃墜し700トンクラス貨物船に損害を与えた。 日本の沿岸での総会作業に対する護衛任務を終了すると、九州の捕虜収容所に収容されていた連合国軍兵士の輸送任務に従事し、ケープグロスターは沖縄及び新珠湾からアメリカ本国へ4度の航海を行った。1946年5月22日にワシントン州タコマへ帰還し、1946年11月5日に予備役となり保管される。 1955年6月12日に、ケマイス -109 に、監首変更され、1959年5月7日に、さらにアクフマイナス9に再変更された。ケープグロスターは、第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。